大人になったんだなとすごく実感する2日間だったんですけど、ずっとテレビでこの CM を見ていて、すごく映像が綺麗で素敵な CM だなと思っていたので、自分がそこの世界に参加させてもらえて本当に嬉しく思います。なんかちょっと本当に居酒屋さんに来てる錯覚を起こすかのような、本当に和気あいあい楽しく撮影させてもらったので、どういう自分の表情がこう映っているのか、すごく楽しみ反面ちょっと恥ずかしさがあるなっていうぐらい、なんか素の表情が出てるんじゃないかなって思います。すごく定番になっちゃうかもしれないですけど、ソファーですかね。ソファーで寝るのが大好きで良くないのは分かってるんですけど、一回ちゃんとベッドで寝る前にソファーでうたた寝するのがすごい好きでなんかソファーにいる時間がすごく長い気がします。ビール飲むのもソファー座ってだし、そうやってまったりする時は常にソファーにいるなって思います。そうですね、今こういうご時世というのもあって、お家で飲むのが一番多いですね。我が家は、吉根家は毎晩みんなでビール飲むんですよ。両親と祖母と毎晩飲むので、ある意味ちょっと日常というか、なんかこうお家に帰ってきてお風呂に入ってふうって思って、じゃあみんなでビール飲んで乾杯っていうので、さらになんかこう肩の力が抜けるというか、すごくなんかホッとする瞬間です。一人飲みもします。家族でみんなで飲むことも多いんですけど、一人でも飲むの好きですね。結構一人で居酒屋さんも行ったことあるし、焼肉とかも行ったことあるし、なんだろう、ご飯と一緒にお酒も一緒に味わう時間って好きですね。なんかまたみんなで大勢でワイワイ楽しくとはまた違う魅力があると思うので、一人で飲んだりもします。結構一人まるまるいけるタイプだと思う。何ができたら上級ですか、一人まるまるって。一人でどこまででも行けるんですよ、距離的には。でも一人で宿泊するのが苦手で、お仕事柄地方行ったりとか結構たくさんあるんですけど、ちょっと寝るの怖いんですよホテルで一人っていうのがちょっと苦手で、でも一人で新幹線は全然乗れるし、飛行機も乗れるし、船とかも乗れるし、全然一人行動は大丈夫なんですけど、ちょっと弱点は一人ホテルですね我が家ではだいたい父がビールを買ってくるんですけど、もうずっとこれだったんですよ。なので、今回の撮影でたくさん飲ませてもらったんですけど、落ち着く安心する味だなって思いました。なんか飲み慣れてるというか、なんか本当にお家にいるような感覚に、こういうのお部屋の撮影ではなんかまったりさせてもらえて、なんかすごくホッとする味だなと思います。すごく飲みやすいなと思うので、ビールが苦手な方とかでも挑戦しやすいんじゃないかなと思います。ずっと1年間ドラマの現場をやらせてもらって、やっぱそれが終わった時は、頑張ったな、お疲れ様ですって思います。結構こうずっとバタバタしてたんですけど、すごく充実した時間を過ごさせてもらって、でもよく倒れずに頑張ったなと、そこだけはなんか自分にお疲
疲れ生ですって言いたいです。短い睡眠では辛くなってきた。お仕事が終わった後に車乗って、よし今日はビール飲むぞっていう気持ちがこの1年なんかすごい強いです。それは大人になった証拠なのかな、なったのかなって思います。なんかお家に帰って一杯飲むのがすごく楽しみって思うようになりました。なんかあんまり自分の意見をこう言うのが苦手だったりとかするんですけど、ちょっと2023年はなんか自分がやりたいことっていうものもなんかやっていきたいなと思って、今まではこう作ってもらった場所でひたすらに頑張るみたいなやり方だったのを、ちょっとこう視野を広げて自分から行動するというか、自分からこう挑戦する年になるといいなって思ってます。